今日のマイクは、あ、まあ、いいわ、いいわ。これなんやねん。はい、豊川さんも不思議なこと言うんでね。そうなんです。見ててくださいもん。また曽根ちゃん声が小さすぎて指示が聞こえなかったですね。今日のマイクは美味しいんですか。今日のマイクは美味しいですか。マイク美味しいです。これ250円、次だって2回。意味わからんでしょ。意味わからん。どういうことやねん。もうみんなも処理しきれてへんやん。はい、次にいただいたのは豆乳ドーナツ。豆乳ドーナツ、はい、牛乳の代わりに豆乳を使っているんです。ちゃんとしてそうもないけど、こんなね、特別にその場で揚げてくださったんです。これ、うん、その豆乳ドーナツ専用の機械です。そうなんです、はい、これ僕食べたことあります。あ、そうなん、うん、食べたことある。ありがとうございます。前の彼女と、前の彼女と。特別に揚げたてをいただきます。いいの。あ、そう、これちょうどね、ソフトクリーム屋さんの前でね、今食べ終わったとこやったんで、うんうん、これ食べて、もう一回また食べましょう。この設定いただきます。あ、そうなん。食べ歩くぞっていうね。次から次へと。超美味しい。笑ってるやん。ここに来たらリアクション困らんで。美味しい。甘さが程よい。すごい。ただただ楽しそうやな。うん。いいな。これは650円やったんで。そうなんか。そうなんかな。美味しいね。美味しい。全然心ないやん。またどっか。食べ歩きしよう、食べ歩きしよう。美味しいやつ食べにまた行こう。見てください、これから僕やってしまいます。ありがとうございました。謝ってるんです。はい、はい、紹介します。はい、また戻ってるやん。はい、あの豆乳ドーナツ、僕食べ歩きのね、絵を取らないといけない。食べんといてって言ったのに。言うて、食べんといてって言うてん。まだ気強いとこ出てるやん。ああ、すみません、ごめんなさい、すみません。そのままなってちゃんと言うてたもんな。マスターも食べるやろ、置いとき。ガッと怒られてるやん。手に持ってたら、気づいたらなくなってるから。そう、忘れ食ってまうから。やめて、うちのお兄ちゃん怒る、ね、ほら、まあ、これが取りたかったの。これが取りたかったんですよ。ほんま1個やったんけど、あの6個入りのやつわざわざくれはったんです。全部くれましたね、ほんま。めっちゃいい人やん。ものすごい言い方。いい感じですか。わかんないんやけどね。なんでこの絵使ってんのこれ。なんだこれ。だからこっち怖いやん。何やねん。何今。多分染川さんが怒られていたんやと思う。さあ次はですね、来ましたよ、はい、これですよ。そう、マリーナシティの中には、まあ、いろんなパフォーマンスショーが行われてまして、まあ、大道芸はもちろんなんですけど、この動物たちが活躍するアニマルパフォーマンスショーは見どころが満点です。すごいですよ、これちょっと見とほんま見といて、ちょっと。そう、ほんまにすごい。ここでデートの盛り上げポイント。出た出た。せーの、あずさー。そう、おお、マジで。ショーに積極的に参加してデートを盛り上げよう。何を言ってんねん。何を言ってんねん。ちゃんとは今度はね、あのカマンと言えたんで。テイク2なんですか。一回噛みましたもん。一回噛んでた。一回噛みました。おい、袋二回噛んでたの。恥ずかしい。はい、すみません。また可愛いね、ブタちゃんが登場します。ブタちゃんが登場して、この後僕の彼女も出てきますからね。おぞ、お一人の方もじゃんけんで勝負をしたんですが、さくらちゃんとじゃんけんしてみたいお客様にから手を挙げてください。はい、はい、うん、なんとですね、あの前の女の子はもう手を挙げているにもかかわらず、そや、前の女の子が出ていきたいと言っているにもかかわらずですね、僕の彼女が前に出てきました。どんだけやりたいの。じゃんけんぽん、パーのチョキです。さくらちゃん、このチョキ。ブタちゃんはチョキしか出せないっていうボケなんや。かわいいでしょ。ちびっこにやらせてあげてよ、このぐらい。これ聞いて、これもうね、この後でまた言う。え、何これ。これ記念写真です。うわ、すげえ、こんなん撮ってくれんの、すごい。おい、
ごいっしょ。すごいやん。とにかくあのショーですよ、ショー、うん、それあれがもういろんなショーが犬言ってたでしょ、うん、アヒルもね、笛吹いたらブラーって出てくる。どういうこと、どういうこと、分かれへん、どういうことだ、まあ、これ言ってください。だから、うん、僕言うたら分かりますよ。笛吹いたらブルーって出てくる。当たって、ブルル当たって、そんなことよりすごい。とにかく僕らが、うん、とにかくびっくりしたのは、うん、あのオウムですよ最後、うん、あれはオウムどうなってんの、要はバイバイって言ったでしょ、うん、あれはもう最後の最後なんです。その前に、うん、あのオウムがね、そう、あのオウムが自己紹介とかできるの。自己紹介はできへんね、喋、うん、る方じゃなくて、で、うん、でじゃないの、こうやって持ってくるでしょ、うん、持ってきてね、ほいたらバッて飛んでいくね、逃げたような感じで、あ、はい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 、うわーってポルトヨーロッパ内ブーわー回って、だいたいお姉さんが喋る尺に合わせて戻ってくるね。マジでお姉さんがすげー、お姉さんがこうこうこうでこうでもね、あのお前ねすぐに戻ってくるんですよ言ったら、わーって旋回してここにバッと戻ってくる、ね、なんでええなんほんじゃ。それがですね、やっぱり大きく回りすぎて染川さんも追っかけない。染川さんが飛べたら多分追っかけてくれたと思うけどね。染めちゃん、そら取れるやろ、そのプロなんやから、こうやってこう取ったらええやんか。すごいんやって、もう回っていき方が、うん、これあそこにちょっと映ってなかったですけども、うん、フクロウがいてたんですけど、おう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 、フクロウもねバーって飛んでいってまうのよ、うん、バーって飛んでいってまって、ね、ちょっと高い塀のとこにいつも止まるんやって、はいはいはい、であのフクロウどうやって飛んのかなと思ったら、小中ですよ。ショーがまだ行われてる後ろで、うん、もう一人のお姉さんが脚立を持ってきて、脚立でこうやって一生懸命あげてくださいってこっちでまだショーが行われているにもかかわらず、あ、後ろであの袋を取ると。そうやったらもう行かさんかったらええやん。そう、あそこに行かさんかったんやけど、まあ、でも、うん、ちゃんとセリフにもあるように、なんかあの子はいつものお気に入りのところに行ってしまいましたっていう、うん、セリフがあったから、そうそうそう、うん、あれはきっとあのお気に入りの場所いつもあんねん、そこ。いや、あるにしてもこう、うん、読んだらあずさ言うたら来んねやろ。あずさはね、タカ。あずさはタカな、タカ。え、フクロウは何してくれんの。フクロウも飛んでくんねん。あ、そうなん。でフクロウを飛んできた時に、ほんまはここで、盛り上げるポイント言うて、うんうん、積極的にショーに参加してデートを盛り上げようってやらなあかんねんけど、うん、フクロウの方は噛んだんですよ僕。なので、うん、わざわざもう一回あずさの方でやらせてもらって、はいはい、あずさはタカなんや。あずさはタカ。へえ、そうなんです。ほえー、そうなんですよ。あの豚もね、うん、そうそう、お前読んだらあそこに来よね。うん、ね、めっちゃ喋ってる子いてる。こんにちは、テレビテレビテレビ。ほんまやん、なんちゃん。ね、インターネットでね、そこにあのチラシがあるんやけど、わかる？はい、それでね、また見てくれたら、今日僕らが喋ってるやつまたやってるんで、よかったら見てください。はい、持っていけんねんか。ありがとうございます。チラシをくれなあ、チラシを持って行ってくれるかと思いきや、あ、バイバイ。あ、ありがとう、バイバイ、ありがとうございます。ねえ、あんなに生放送初めてね、声かけていただきましたね。はい、あんなに喋りかけてくるもんだよな、びっくりした、ね、そうですね、はい、今もなんか分からへんけど叫んでますね。叫んでる、ね、へー言ってへー言ってたね今ね。いやでもなんかそのフクロウがこう、うん、俺こっからは見てたんやけど、フクロウが旋回して、フクロウちゃうな、オウムです、オウムが、うん、オウムが旋回してって言うて喋ってるとこはめっちゃ笑ってたで。あ、ちなみに聞いてた。うん、聞いてた。え、どこ、え、どこが面白かったんや。分からん、多分その話が面白かったんじゃん。ほんでガッて帰ってくるよ、帰ってくるよ、うん、とにかく、でもあの豚豚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 豚ね、豚豚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 ちゃんとその自分のポジションまでちゃんと歩いてきて、ね、うん、でちゃんとじゃんけんもね、じゃんけんもできるの。僕もポジションまで帰ってくれるし、じゃんけんできるで、できるで。あ、じゃあ後でエサやるわ。ありがとう。生肉やる、生肉。基本生肉やから。そうだ、そうそう、食べてるもんは。そう、ほいであのタカも、うん、僕バッて掴まれたんやけど、皮の手袋をさせてもらってて、でもあれは教育を受けているからできるんであって、うん、あの野生のタカやと皮の手袋してても、うん、もうそれ貫くんやって。うそー、握力で、握力で。マジで。だから、うん、あの調教してるんで大丈夫ですって。うわ、でもあれええな、俺もあれやってみたいわ。ちょっとね、皆さんあれは参加できますんで、ぜひですね、ポルトヨーロッパに行って、平日が2回、そうですね、平日が2回ありまして、はい、時間言いましょうね、うん、はい、ありがとうございます。平日はですね、うん、午前中の11時半と、はい、午後は2時45分の、2時45分、この2回ですね、はい、で、あと土日祝、うん、
ここはですね、3回ありまして、はい、午前中は同じ11時半、はい、で午後は1時15分と、3時、はいはい、1時15分と3時この3回行われます。僕ら一旦が平日だったんで昼からこの2時45分、うん、この分を見させていただいたんですけど、おうおう、とにかくね、くにちゃんがね、うん、その時撮る量がたくさんありすぎてね、ああとにかく2時45分は絶対行くでと絶対行くで、豆乳ドーナツ食べた後ですよ。このロケに対してこうきついやろ、えらい。そうそうそう、違う、別にここだけじゃないよ、この僕なんなんやろ、別に私がきついわ、仕事を真面目にやってるだけやろそうそうねえ、そうとにかくだってもう何がすごいって2時45分にもうね行ってるわけですよ、アニマルショーのところに、うんうん、でそのね、やってショーされてた方にもお話しして、おうおう、なってるんですけどまだちょっと時間ありますね言うて、豆乳ドーナツの食べ歩きを撮ると、すごいな、その間ですごいな、はい、終始ですね、カメラマンの染川さんはええー、嫁はんになるな何のあの子はええー、嫁はんになるな、何のずっと言ってましたからね。あ、そう、はい、いや、もうとにかくね、アニマルパフォーマンスショー皆さん行っていただいて、はい、ぜひ見て、はい、ただくれぐれもね、はい、お子さんの前にわざわざ大人が出ていかない、はい、はい、そうです、はい、子供が手を挙げていたら子供をね優先ということで、まああれはちょっと撮影やったんでねそうですね、ごめんね、そうね、ごめんね、多分見てくれてるんですよ、うん、そうですね、ね、うん、そうぜひ見てくださいって、すごいやん、ショーのやつも映りますんで、あ、ペロンと落ちたよ、ペロンと、あれびっくりした、ブラジャーかな、なんでやねんびっくりした、つけてる時があんのかい、確かにびっくりした、ビーチク見えてるから見えてるよ、やっぱ社長に怒られるやん、そういう問題じゃん、もうビーチク言うた段階で怒られる、怒られるのかい、どうもすみません、はい、そしたらなんか次また、はい、あるんでしょうね、クリちゃん、そうなんですよ、うん、これからまた盛り上がっていきますんで、はい、盛り上がっていきますんで、盛り上がっていこうぜ、本当は、はい、はい、お、ごめん何何したん何したん、肘でガーッひどい、何の罰やごめん、何にも悪いことしてるのにな、ごめん、肘って肩落ちたもんこれから V 振りしようって言ってこういい感じで言ってるところでなんで肘打ちされやないのすいません、お母さん、お母さんのお母さん、はい、すいません、多分見てくれてるんですよね、多分見てくれてます、お母さんも、はい、すいません、あ、空気のようなクッキー美味しかったですありがとうございます、こんなところで言うわけね、あれですけども、はい、クッキー美味しかったです、ありがとうございます、クッキー美味しかったです、はい、はい、うん、